タートを切りました。さあ注目20メートルのスタート、片平拓実が好スタート。なんと片平が佐藤雄二をスタートで叩いていきました。片平が驚くスタート速攻です。ついていった佐々木、なんと3番の佐藤はスタート遅れてしまいました。8番の高橋も速攻で中段に上がっていく。池田はその後ろになりまして、最後方が青壁。レースは20メートル向かいます。1番の松尾が先頭、2番手が山田、そして片平が早めに行く。片平が3番手から2番手へと上昇か。片平が見事なスタートを決めて2番手へと上がりました。5番の佐々木アウトコースから8番の高橋光嗣、その後ろ中段に6番の池田が上がってまいりまして、残りは4周回。さあ高橋のさばきがうなりを上げる。3番手へと上がってきた8番の高橋光嗣、高橋も気配は上昇。3番手から2番手へと1番の松尾を捉えて上がっていく。高橋が同期を捉えて2番手へと上がりました。先頭4番の片平に8番の高橋が差を詰めていく。残りは3周回となりました。片平と高橋が先頭2番手、そして3番手が1番の松尾、その後ろ5番の佐々木、6番の池田、その後方2番の山田、後方下がって3番佐藤、7番の岡部となっています。さあトップ争い、ここで片平を高橋が捕まえた。高橋が先頭に抜け出しました。片平が2番手交代、あと2周回。高橋光嗣、人気に応えるさばきを披露。速攻を見せた4番の片平拓実ありましたが、高橋にさばかれて2番手に交代していますが食らいついている。そして3番手は車間が空いて5番の佐々木、佐々木の後ろ1番の松尾が粘って6番の池田がその後ろ、残り1周回ブルーフラッグ。さばかれた片平も食らいついています。先頭8番の高橋光嗣、さあ4番の片平が再度高橋に差を詰めていく。3番手は車間が空いて5番の佐々木は単独の位置。8番の高橋光嗣が4番の片平を道中捉えて、どうやら人気に応える。勝ったのは高橋光嗣。複式48420円、3連勝単式8番4番5番3290円、